わけや。でこう四角になってるから撮れてる時は、うん、金城ひとしさんと向井よしおさんです。どうぞよろしくお願いいたします。まさかじんあたいのあたいみがやへいくんじくわあ、じゃあ行ってみたいやあ、うん、おひとしおうねえみがちつ、ちつわざわざあ、うふおくむちくむよすんなさいはい、まんねやんばるかいむじみかいじみくぞむじみやなまさ、しくわさあいにくぞしくわさうおくむちゅんたびさぐるみ上等上等おいっぺんえのちるちきてうんじくよひじくんえにうなちっぷしさみしう打たせいえぬえびがやぬだいみじゅくのはぐやじゃあまじゅうたびややみなさんまじゅうたびやさんあいおくやまさゆりさんと
と阿部雄二さんです。どうぞお願いいたします。宮田聖子さんと宮田優子さんでした。どうもありがとうございました。
会話が行われるのかどうかはちょっとわからないんですけれども、これここからはですね、生徒さんたちの創作になります。ご自分たちで考えて挨拶をまず日本語で書いて、その後島福場に直して先生に指導をしていただいております。それでは給料日編を博士弥生さん、前城優子さんです。どうぞお願いいたします。久しぶりに会った2人の会話、このようなところが行われるかもしれません。またテキストにもありますけれども、こちらはクルチが出てきます。そちらの方もお楽しみください。あやさんとさゆりさんです。どうぞ。一起一起
七天道わしちむにからのわたびしちゃりばのはのがじゃのしゅぺいじょうさのはあはあまがりやかかたまがりやかかたよろしくお願いします。佐伯さん。はい。久しぶりやいびんや。いやいびんやあたい。一から一へおがでういびらんがや。くれたしっぽうなあと、おくばのうた。やいびんたんや。ちょうやいですね。さて、はい。ちょうやいひいさかはあしが。そうですね。あしが、こんなかね、なんか、うちのあの町関係みとや、しみくねね、女性が来てくるんだって。持ち上げがいい。ああ、俺、いろいろ土、おしゃれになるって。ああ、なるほど。マフラーをしたり、帽子をかぶったり、ジャケットを着たりですね。うん、そうですね。佐伯さんよ。はい。父親、まあ、先ほどからあの舞台の頂点、はい、若いの通り、実演、はい。うちのうち、これ、促進事業の実施や、まあ、なるべちへうちのうち近て、なるべちへうちのうち近て、またうちのうちと山とくって、巻き上がっちゃってしまう。俺ってちなってちな、もうちなうちをふとちゃがちな、タイさんの話ばしね。やいびんやたい。あじちえはね、うちな芝居ソウル、いらはさゆきんで一丁えびいしが、生かんし、あの舞台にかい、あの、のぶといびいぐと、うちなぐちそういびいしが、ふだのむる、やまとぐちるやいびいぐ。ちゃあ、あの、しんしからならて、うちなぐちたい、あの、せりふならたい、そういびいしが、ひいじぐやたい、あの、また、言葉にしえな、やまとぐちやいび、あさびいぐと。あったね、うちなぐちさんに浴びるようでイラッティンうへ、しわやいびしがならりがち、うへ、さきさん、しきみそり、はい、これで、はい、あのうちなしわやってん、はい、昔からうちなしわやな、ほんとのくいち、わったまでよ、はい、台本なかったですよ、うん、そうですね、口立て芝居と言いまして、脚本を渡されてのお芝居ではなくて、口頭で伝えていく、伝承で口伝ですね、うん、先輩から後輩へとこういうふうにやりますよと口立てで、そしてね、わったまで見ているでしょ、わったや、この戦後の一期生の役者でして、ちょっとね、わったとしては今日5分よ、そうですね、先生のお年は、昭和僕は9年ですか。そうですね。うちの父が昭和10年でした。他界しましたけれども、伊良明と言いまして役者をしておりまして。あんたのお父さんでしょ、はい、それ僕だから初期さんでしょ、そうですね。昭和8年生ですね。宮沢の共同体でしょ、はい、昭和8年前後ですね、またね。もう僕の年頃ってのたくさんいるのよ。そうですね。瀬名孝子先生ご健在で、吉田太鼓先生もご健在で、あの、現役で頑張っておられます。昭和10年前後の役者さん、大変あの豊富に人材がいらっしゃいますね。うん、この自分まで、はい、我が家の芝居から行っちゃう自分までよ、まあ、民間の中点、
100% の志村大、うちは一人しかしや。そうですね、うん、もうお芝居、琉球芸能やってない人もみんなうちな口をしていた、あのこの普段の会話ですね、すべてうちな口でやったと。うん、自分の口を。はい、山手口にならんたんや。なるほど。山手口にならんや、山手口にいっぱい困ってる話、言ってしょったとか。はい。うん、この時代があって、ところが、どんな場合にかかんだったら、はい、生、うちな口の、わからんじゃうちな口をしてや。はい。俺はね、一回やってることに言わないもんと。そうですね、先ほどあの出演者の中にあの発表者の方に県外ご出身の方が大和宇宙がね、いらしたということなんですが、ハードルが高いかと思いきや全然ね、もう全くうちなんちのような流暢なうちな口で、で私たちの世代、あるいはもっと下の世代というのは、先ほど言いましたようにあのうちな口をしませんから、かえってあのね、先ほどの方よりももっとうちな口が聞けない、あるいは話せないといったような状況ですね。沖縄に生まれて育っていてもうちな口とは無縁という若者が大変増えました。とあの話にしたこと、はい、あの一番最後の会長ちょっとあの、はい、ビデイ上ありがとう、はい、なんかタクシーでの、はい、2人でしたよね、はい、この2人がね、次またお会いでし、はい、次芝居になるか、はい、ネジを仕込んでる芝居でした。いい喜劇ですね。はい、いい喜劇です。これはもう、はい、沖縄の劇団ならほとんどと言っていいぐらいみんなやりますよね。うん、そうですね。これをね、どういうふうにし歌が、はい、なんか、それはマジック楽しみやんと。はい、楽しみです。私はまだ拝見していないんですけれども。はい、それでね、はい、これ主役が、はい、このたくしさんはね、はい、タクシーでやる、大阪から弓で細かい調子やるな。なるほど、うちなあゆみですね。うちなあゆみだと。あ、そう、これに一回は主役、新党一名詞が、はい、と、これまた見るもん、うん、うん、あの、タッチャーシェイクよ、はい、タッチャーシェイクが、はい、あの、実は進む先生が大変お得意な役で、あの私はですね、進む先生がすごく出来らしたのはですね、脳裏に焼き付いているんですけれども、みんなにこれやるんですけど、はい、どっちかってやるんですけど、はい、このタッチャーの役を、はい、チャーシーがこの演じて一番、はい、これを楽しみだ、そうですね、キサ、はい、キサほとんどこの価値を置いて延長をどうでしょうや、はい、そうですね、先ほど の, あのワークショップ成果発表は台本があって、それを読んで覚えての発表ということでした、うん、その次のお芝居はもう少しアドリブというか、まあ自由活発な反応が求められる喜劇でございます。最後また、深野純ちゃん、はい、初めての純ちゃん、初めての父頃あたりの純ちゃん、はい、そうですね、うん、何名かでこの新常識を上演する自分ですが、これこれはお客さん、本当に楽しみですよ。どうぞ、はい、この喜劇は少しあらすじが書かれてましたのでね、うん、あらすじの方ご覧になったかと思うんですけれども、喜劇、あの全て内縄口、あの純然たる内縄口ですね、もうあの現代劇ですけれども、全て内縄口で話して、そして、はい、あの各キャラクターがですね、あのタンチュプープ怒ったりとかっていう激しい、ね、感情の持ち主のキャラクターばかりですので、台本に書いてある通り の, あの演技ではすごく固くなってしまう、こういうところがね、悲劇の難しいところでありますが、その、あの自由活発な内縄口をどのようにして習得なさったのか、私はまだ見ていないんですけれども、先ほどの成果発表を見た限りではですね、大変期待ができるなと思ってます。はい、正しいよ、はい、い話はちょっとまた重ケーティ、はい、重ケーティでやる、はいのが笑えるいえ、あの進む先生がですね、大体趣を変えようと言います、大体あの失敗だとかその辺 の, あの、うん、面白おかしい話になっていくんですね。デジの失敗は万能国よ、デジの失敗は立ち見しましょう、話しし、これよ、我が島やっぱいらんもあるの話、はい、役者さんになる前ですね、そうそうそう、はい、島やっぱいらんもあるの話やしや、あんな役者さんやからよ、はい、いろんな仕事しちゃうと、あ、うん、役者さんなさる前は、うん、他のお仕事もなさって、うん、なるほど、うん、空前から、はい、それでね、一応関心関係やったらば、はい、まあ、板前ならやんのことがあったんよ、板前さん、うん、板前料理人ですね、うん、はい、ね、あの、宮古に、ね、沖縄料理がたくさんあるわけ、宮古のご出身でいらっしゃいますから、あ、はい、幼少期、あるいは少年時代ですね、うん、宮古に、ね、はい、たくさんある料理があってね、はい、まあ、の一番上等に志村店のところに向かい、あの、ね、一応やこの板前見られて知っちゃうわけ、はい、しがよ、なあ俺自分のまたおかしいもんなんだ、ちょうど終戦直後やしや、終戦直後と言いますと、もう10代後半、20歳ぐらいですかね、うん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 、先生だって、はい、さると、転勤、転勤11時なんで、チャイルは転勤11時なんで、チャイルの夜の11時になると、転勤が結構、
もう芝居でもだから、その天球ちゃんに、あとガストチって言ったんや。あ、なるほど、うん、体感時間っていうのがないんですね。そうそうそう、うん、天球、これが、沖縄本島もそうでしたよ。沖縄本島もほとんど、はい、11時になると電気が消えて、うん、そしてそれを超えてもまだお芝居をやってる場合はガストをつけて、まさによ、はい、そこでね、汚いんだら、チェルソーの時は、だれ、アラビンゲシナカイ、シジャクタンチャイ、イチキシェロクさんでやるらしいや、はい、そうするとね、アーツチヨ、前に、はい、たくさん人いてるんですよ、女性も。職員ですか、はい、従業員がたくさんいたと、大きな量だったんですね。あんまか、はい、あちゃあ、なんかこっち来たんだよ、はい、と。早急便のこっちは新しい変化する。早急便に の、 あのおつゆを作りなさいと。はい、早急便に作って、なんか切るよって、はい、おっしゃるもんだからね。あの、いやね、朝早く来て、はい、朝早く来てと、早急便に提灯も。見習いのお仕事なんですね。そうそうそう、はい、早急便にと、あの、デークによ、デークに。大根。デークに付き物にしてや。はい、そうですね。巻き物と違う。はい、と、豚肉と大根と。まだ着手して、はい、国から早急に出てくるちっちゃい、はい、早急に消すと、イリアに2着と、はい、しばらくするとさ、あぶくじなってたでしょ、あぶくの。あぶく、泡ですね、うん、あの鍋の中が泡だらけになってた。あぶくするとじなって、しぶくぶくしてた。はいはい。とか、あぶくのじなって、かじゃすると、石鹸かじゃするわ。石鹸、はい。石鹸かじゃするわよ。はい、はい、よ、これ。三等国家中、仲間にいるものなの、石鹸のことし。石鹸の家長って、早期のおつゆがどうして石鹸の家長って、仲間にいるものなの。はい。もしも農場で石鹸の家長すごいやんのことは、塩関係人ちゃうって、まあ、マルチャーマギガシや。はい、マルチャー、マナイタですね。マルチャーマギガシや。まかいよ。この、アメリカから中国よ、はい、終戦後、はい、マギの白の調子があったの。あの茶色型、白型、石鹸の当たれば、あ、なるほど、石鹸かよ、ごまかいたの人、はい、このマネチュースマンからてんて、あ、まな板のそばに白い石鹸が入った、あ、そう、デー君って町も買ったって知りやに、見せるちもやれば、な、絶対かまらない、そうですよね、いやーな、甘くしつけもらってやるやん、そうですね、もうお肉も全部ダメですね、もうね、皆さん、あの、笑っていらっしゃる方は、あの、お聞き取りに なったかと思うんですが、石鹸を大根と間違ってお鍋に入れて煮てしまったと、そのために泡が立ってしまって、まあ、この話してしまったと、はい、まあ、まあ、そのならばね、若にチキンどうにしてて、はい、除去にして、石鹸の顔下げてくれねえ、おいくよ評判になってしまったんですね、はい、おいくよ、はい、なんて言っちゃうの、ししじゅなんて言っちゃう、身近な話でしょ、はい、あの北村三郎さん、わかりますよね。北村三郎先生、はい、皆さん、覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが、大審座の役者さんで、うん、今、ご子息がね、ご活躍なさっております、高宮実人さんのお父様ですね。はい、あの人はね、はい、こういうのは、あれよ、あれから下と裏まっておくと思うはい、裏まってていると、はい。はい、あのね、はい、飯島半島があの、飯島半島は、はい、ラストシーンで使う有名なセリフがありますよ、はい、天と地やかがみ、はい、あの神道するから、はい、天と地やかがみ、人の地味鉢、天と地やかがみ、人の地味鉢の当たってくる形のとさやわいきか、はい、有名なシーンですね、うん、これで一応待ってしまいますよ、ね、はい、本人かい、はい、いつか患者浴びてみしいことやってるわけよ、はい、これ大変なのご覧によ、これは、はい、どうして恨まれてるんですか、これがね、これが、はい、患者のジャンジャンで、ジャンジャン、ジャンジャンって、劇場がありましたよね、近くのね、あの沖合通りにありました、あの地下に潜る小劇場でしたけれども、そうそうそう、沖縄ジャンジャン、はい、ジャンジャンで劇場があってさ、まあ、いろんな、僕はあの時、あの後ろで、はい、いろんなものをやりましたけどね、劇団後ろですね、うん、そこでね、あの又吉英樹さんが書いた、はい、短編小説でスバル文学賞を受賞した、はい、銀山屋敷っていう小説があるんですよ、はい、あれの舞台からなさりましてね、あれ舞台に住んでるとか、はい、これはね、演出はね、あ、ブラウベースをして、ここはね、
あの亡くなったアグニさん、あのオペラの、はい、沖縄出身の、はい、アグニ出身の、はい、アグニの大東出身のさん、はい、あの人が演出してたので、はい、それで芝居非常によくできてたわけ、うん、芝居を、はい、できてるんだけどね、その日その時に、はい、稽古の途中で文化の時間だしや昼食時間があった食事タイムですね、うんうんうん、はい、で文化だったのに、はい、その時僕はパロッと言ったわけよ、あのね、僕の知り合いでね、あの三郎さんよりももっと吐き出したみたいですけどもっと吐き出したみたいですよ北村先生よりも、はい、ちょうど一筆しちょるんやろ、はい、そしたらね、あの日この交差点で信号待ちそうだろう、そうだろうと、あの一応この人問い合わせてて、はい、僕は今にいると思うし、はい、問い合わせてましてね、はい、身長ってわずこけるのこの遠山さんがですね、はい、牛がよ、はい、じゃあ丸はぎそうってことよ、はい、あの大牛が豊かではないと、はい、あの日よ、はい、全くはぎておらんわ、あ、なるほど全くはぎておらん、はい、ここにあれじゃあ丸はぎ、はい、どうしたんでしょう、あそこね、はい、広松さんじゃあ安心富山さんが二丁目やんねん思ってよ、まあかんじゃただちぼるぬる変わっとおるただちぼるぬる変わっとおる、まあ昼間さっさとってどこ昼間さん割りたっかけんじゃねん、はい、ですね、本庄富山さんちょうでやるよ、用意しちゃったあまりね、あの珍しかった頭の様子がですね変わっていたので、うん、あのご兄弟ですかと、うん、お尋ねになったと、サルト、はい、しおはみさって、はい、いや、すごいやん、いやの町で当事者とって足るんだって思うから、あーうんじゃー足長やんじゃー、まあ顔と見せやるご本人だったわけですね、はい、かつらかったんじゃない、なるほどね、はい、あー本当に本当にびっくりしましたよ、そのことを僕学校で話したわけ、はい、なるほど、そのことをね学校でね、はい、秋さみや町や遠山さん言っちゃってことは全然中違っていい、いや、中の違ってのはこれ、まあ、ある中が分からなくて、自分の違ってことなの、一応出会った朝が会議してるわよ、はい、こっちよ、なるよね、ちょっと教えたいよ、あ、なるほど、うん、はい、口に入る子ありるんやね、はい、口に入る子ありるんや、余計なくて人と喋ってしまったけど、はい、うん、なんとおっしゃったんですか、あの、那覇料亭のハギチク店と似てるわハギチク、アギチク店という歌がありますが、うん、それを間違って、うん、いや、間違ったんですか、あ、もうじったわけ、なるほど、あのちょっとおじって、うん、はい、うん、あ、那覇料亭のハギチク店よ、あ、中央金満堂丹堂に金満堂丹堂に似てるわ、はい、そしてね、そこ聞いてて、はい、来たものは、はい、朝にはそろそろ座っててやハギと深海やハギチクテンドリーやハギチクテンドリーいうことやつ言ったらもんね、はい、さあこの芝居が始まった初日初日やろ、はい、そしたらねラストシーンで、はい、ラストシーンで僕は勇気する役やってたんですよ、はい、それからこの北村の役はね勇気するやつバチッバーンって、うん、顔をこう、うん、殴るシーンがあると、うん、はい、ビンタ張ったもんそれ、はい、ビンタ、ね、これと真っ黒なんだよこれ、はい、初日からよ、はい、うち4日がいっさや、あ、お稽古の時とちょっとうち4日がいっさが鍵がノーガーなもの親のことちんで落ちるんでしな力いっちょうわ、はい、これどこかにいたもんだからね、はい、あの3日目まで我慢しとったんよ、はい、3日目までいい、それ目つめの力いっちょうわ、はい、力が増してきたと、はい、あ、力のいっちじゃね、はい、やむのかって、はい、あと4日目には、まあ、節がないよ、はい、俺節がらもう我慢できなくて、うん、節がないよ、聞いたと、いや、来たもの、はい、やが落ちちゃう俺力の位置、はい、もうね、上の形んでるのも取るやでも、わじゃれの足ちょっと歌にしますよ、うん、そしたらね、はい、やむんよやむんなんとあ、やむんてやんで、あそこから落ちるもんそしたら、その次のことが吐きつけてのおらみやさんで、うん、吐きつけてのおらみやさんで朝ね、はい、この次に行く一か
양하기로하죠야가하기로하신텐트지야가감이ひとのいつもにはちのあたってくる形に夏せや行きかでいいんでしょうかはいはいだから逆と恨みとはいわんねえこの恨みの言葉とやわんね一番のやかんことらしいこの恨みの言葉とはぎしごとでさまメンズかかんじゃねはぎねてんじゃしがにおってお手入れがいらっしゃるんですねデジド、口に入れるからちょっとパッペータとかそうですね、進む先生とてもあのお話がお好きでいらっしゃいますが楽屋でですね、こうしたあのちょっと余計な一言をですね言ってしまってあのちょっと品種を噛んでしまったということですねあんねんの、はい、俺があったんや、はい、とはせよ、はい、あの振り話のタッチ師匠とこれこの辺でちょっと真面目なんですよ、はい、そうですねいつもこういうふうにあのお稽古そして楽屋でですねこういったお話を聞かせてくださってすごく後輩をあの和ませてくれる進先生でいらっしゃいます、じゃあ明日ちょっと真面目な話を、はい、真面目な話、はい、これね、はい、うんまあ機械の話はい歌劇の話って歌劇はいもう今琉球歌劇というふうな名前でね沖縄県より無形文化財として指定をされておりますが、はいはい、私たちの世界ではもう歌劇とあの琉球歌劇という言い方ではなくてですねただ単純に歌劇というような言い方をしてますねそれで歌劇の保存会もありますよねはい琉球歌劇保存会、うん、これは県からちゃんとね、はいうん、ありますよね、はい、それでね来年は歌劇保存会を30周年することになってるんですよ、はい、そうですね平成元年に発足をいたしまして、30年を迎えるその節目のそこで、はい、そこでこの、まあ、歌劇といいましてもいろいろ三大歌劇、五大歌劇とも言われているんですけど、はい、だからやっぱり大衆に大衆の心の中に入っていく歌劇となるとやっぱり心が残ったんじゃないかなという、はい、あんたのおじいちゃんが作った芝居ですね、はい、三大歌劇といいますと、うんまあ、奥山のボタンそしてトゥマイヤーか、飯島半蔵が、うん、この3つで、うん言われておりますよく皆さんご存知かと思います五大歌劇なところとかも、はい、薬師堂が入ってそうですねこの3つに薬師堂そして、うん中城城はそう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 が入りまして五大歌劇というような言い方も最近はいたしますそうですね、はい、その歌劇の中の2つはおじいちゃんが作ったものですよね、そうですね薬師堂と奥山のボタンは、私の祖父の伊良院吉が創作をいたしましたそれで、はい現在は吉田大工さんが、はい、保存会を会長していますけど、もう30年もなんだから、はい、この辺で節目つけてね、30周年やってみようということで今一生懸命頑張ってるんですよ、はい、30周年の記念公演をですね歌劇保存会で企画をしているということで本人には感じて自分が正直よろしくお願いしますそれでね、はいそこで僕はねあんたにちょっと話してみたいなと思うのはねこのいろんな歌劇があって五大歌劇、三大歌劇あるんだけどこれは明治に作られてますよねそうですね、明治43年にまず妻やかが作られまして、うん、そして、薬師堂、奥山のボタン、飯島半蔵がというふうに続いています、うん、そして結局100年余っていてですかはい、そうですね、100年はもう優に余ってますねそれでね、はい、僕は非常に不思議と思うのと芝居の脚本の生命力というのかな、はい、これはすごいなと思うことがあるんですよ、うん、それはねなぜならば沖縄の歌劇にしても役者さんが作った歌劇、はい、それが現在でも残ってますよねそうですねもう劇作家であり、うん、役者でもあるというのが当時のスタンダードでしたね、うん、そしていわゆる、はい現在に明治にできた芝居、はい、現在にいたのに毎年やるなら今でも私たちに仕事を与えていますよねそうですね、うんはい、この力がね、うん、とっても惜しいんですよ、うんうん、そうですね、うん、それを超えるそれを超える要するに作品が出てないじゃないですか、うん、なるほど、うん、沖縄のたくさんの偉い先生方が脚本書いてますよ、はい、書いてますけどやっぱりそういったね、舞台上の仕事に関するような歌劇、はい、これは誰も作っていませんよね。うん不思議なことですね。うん、新作あるいは見たことがない、作品というよりも、トゥマイヤカであるとか、薬師堂であるとか、ハンドーバーだと、私見に行くよってすぐチケットがバーって売れたりするんですね。で年間に何回もやってるでしょ。はい、今でもね、はい
それを考えるとやっぱりこれはあの県がねやっぱりこれ指定した人にもね、はい、そうでしょ、はい、そうですね、これってすごいなと思った、うん、いわゆるつまり沖縄県には組踊りがありますよね、はい、組踊りがあります、もう300年ありますね、国の重要無形文化財ですよね、はい、国の重要無形文化財として今でも国立劇場で上演されていると、はい、そうやって後継者も今どんどん育ってるじゃないですか、はい、するとね次の重要無形文化財業ってなってくるとこれは歌劇なんですよ、うん、そうでしょ、そうですね、うん、まあ年齢的にはこの若いですよね、そうですね、まだ120年ぐらいの、うんうん、歴史ですけれども、うん、年若いけど、はい、しかしこれは後とからちょっと話聞いたんですけどね、これはその組織体制が、はい、組織体制が十分で充実すると繰り上げるという、はい、繰り上げ、うん、重要無形文化財になるというと思ったときは話は聞いてなるかもしれない、うん、だからね、これね、やっぱり組織体制を早く強化して、はい、早くそれに向かって、はい、今の若い皆さんがね、勉強しなくていかないんじゃないかなと思いますね、そうですね、でしょ、はい、それはもう大変あの私たちの世代というのは大変少なくて、であの少ない中で自分たちができることという気持ちで毎日やっているんですけれども、そういった将来のことを考えるとすごくあの怖くもなりますね、ですが先生がさっきおっしゃった100年前の明治あるいは大正頃の作品というのの力ですね、もちろんあの同じものばっかりで私たちも進歩がありませんので、昭和の時代に作られたものを掘り起こしたりだとかそういうこともしますけれども、こうあの節目節目で、名作歌劇には挑戦しております、でそのなんて言いますか、作品の持つ力ですね、先ほど先生とも少し楽屋でお話ししましたけれども、当時の劇作家、明治の劇作家あるいは大正の劇作家というのはやっぱり生活がかかっている、こうあの琉球の国がなくなって廃藩置県になって、六高を失った人たちが食べていくためにまず組踊りを披露する、そして舞踊を披露する、そして観客がこれではない、もっとテンポの速くて面白いのはないのかという求めに応じてできていった、はい、そうですね、やっぱり生活に直結するものであったということがこの作品に何て言いますか、生命力と言いますか、まあ必死さがこの作品に力を与えただろうと思うんですね、それは本当に、なぜなら、はい、そういうことは我々の時代もでもあるわけ、はい、今でもそうなんですけどね、うん、どうなんですよ、もう生活に直結してますからね、はい、だってね、なんで生活に直結、それ別も非常にいい芝居もできますよ、はい、どんどんいい芝居もできるんですけど、どうしても客入りはね、客のこの限りにかなわないんですよ、生活に直結するというのはつまりですね、客入りによってこうあの収入が変わりますから、このあの当時は特に客入りイコール月収ですので、まあ、あのいい芝居を見せなければお客さんがたくさん来てくれなければ物が食えない時代ということですね、先生方の時代まではまだそういう時代でした、いやいや、これは本当にね、はい、毎日が勝負ですから、はい、うん、別にその仕事やって、はい、これを副業的にやってるわけじゃないですからね、それはもう私たちの時代は実はそうなんですね、昼間はお仕事をして、そして夜あの、まあ、みんなで集まってお稽古をしてやっていく、それはですね、沖縄芝居のやっぱり観客が少しずつ、ね、減ってきてしまって、うん、こう収入が減ってきてしまって、まあ、職業として成り立たなくなった側面がありまして、それを補うために、まあ、仕事をしながら舞台に立っている若い人が多いという現状がありまして、でやっぱりあのそうした中でですね、先ほど言ったみたいに内縄口の、 あの壁というのもあります、そしてそういった生活のために舞台に立つ必死さというハングリー精神ですね、もうやっぱり主役になればなるほどやっぱりね、あの出演料は多かったわけですから、つまりあのスターになればなるほどですね、収入が増えていく、だからいい役を取りたい、いい役になるためにはこっちのね、もう舞台袖に座って先輩方の芝居を食らいつくように見て、そして必死で覚えて、そういう時代がありました、で私たちの時代というのはどちらかというとそういう必死さ、ハングリーさにおいてはもう少し欠けるかなと思いますので、どちらかというと自己表現のために舞台に立つというような側面がちょっとあの、ね、強くなってきたかなという面がありますので、その違いがですね、あの先生方と私どもの世代との何と言いますか、パワーの差というかすごく感じます、そしてね、はい、と思うのはもう一つ思うのは先生方の偉さというのにね、信じると思うのはつまりあの時代に
こういう歌劇ができる。それとつまずね、舞台に出ていて、はい、歌劇の世界っていうのは、これは様式の演劇ですか、はい、そうですね、はい、まず様式美を要求しますよね、はい、歌劇らしい所作というのが、つまり様式ですね、うんうん、はい、歌劇らしいその所作があって、はい、その着飾りもちゃんとして、はい、リアルな演劇じゃないでしょ、はい、歌を言いながら踊りがあって、はい、ということは完全な見送りのような、はい、様式じゃなくても完全にも様式に入ってますよね。そうですね、入水ほどこうがっちり決まった様式はないけれども、内容であるのが歌劇の様式ですね、うん、それをねどうやってパッパッ、はい、それでこの沖縄の歌劇をね、はい、大和の芝居で匹敵するとね、はい、これまあまあ失敗なんよ。ああ、審判の芝居、はい、失敗の様式の、はい、花木翔太郎を作った審判、はいはい、あの形式と同じなのよ、これ。この芝居、チャーシーシークの、あの時代に細かい一時刻、この形作ったギャーっていうのは、はい、楽しいと思いますね。本当に偉いと思いますよ。そうですね、まあ、自然発生的にできたと言われる琉球歌劇ではありますが、やっぱりそういった大和のお芝居をですね、歌舞伎を見に行った人もいるでしょうし、審判ができると審判のお芝居もどんどん取り入れたでしょうしね、そういうふうに大和に追いつけ追い越せでこう頑張った時代があったというふうに聞きます。その時代のですね、もうエネルギーというのが本当に作品を通じて私たちに時代を超えてですね、訴えてくるものがすごくありますね、はい、と言いますのは脚本の言葉一つとってもとても美しくて、トゥマイアカなんかね、本当に一つ一つが詩のようであり美しくて洗練されていてですね、本当にいい時代だったんだなということが本を通じても思いますし、演じていても思いますし、人が演じているのを見ても思いますしね、その時代の名作を超えるものというのはなかなか出てこないというふうに先生おっしゃってましたけれども、ね、佐伯さん、はい、話しよう、はい、あちゃあまりしてもすみませんけどね、もうこの辺で、はい、少しまた次回この答えを見てない、はい、なるほど、わかりました、はい、次回にしましょうか。もうまるでですね、私たち楽屋の話のような内容の話になってしまいましたけれども、改めて先生とこういうふうにお話ができて大変嬉しく思います。本当にありがとうございました。また、あし、この次の会や、あ、佐々木さん、ね、はい、この次の会や、佐々木さんにちょっと多い、この、佐々木さんと、はい、以上、はい、まずまずこの歌中心に展開しますので、二重思考ですね、山手中央学園主役の座面、次の芝居は内田博士、完全に喋ってそういうことをまず楽しみにし、お見かけてみせる次のお芝居の主人公、県外ご出身の方ということで、ぜひお楽しみにしてくださいということです。佐伯さん、はい、ありがとうございました。はい、伊平でいいか、もう一度皆さんの大きな拍手をお願いします。
生やんどうや。全てのプログラムが終了いたしました。もう一度今日の出演者に大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さて、そこで、約半年にわたって指導をしてくださいました内田芝居の重鎮平良進先生にもう一度登場していただきます。どうぞ先生よろしくお願いします。うちなうちかてたーちの芝居込み客やみたしがチャイナビータメナなおからあとんこのような運動やどんどんしいかねやんでおといびうとどうぞうそうよううそうよみなさいうちなうちかてやんでもなく力でいるってないびんどはじくさんしみそうなんだしなまおまんかいうちなうちつけたのチュンチャークほとんど初めて下村店のチュンチャークでやると、7月7、8、9、10、11、12この5、6ヶ月の間に関心をどうちもやるやせごちそうよ定地なんて一段踏みそうちうちなうちねえんだち踏みそうなんだしおびて立派に6つお旅にしていてお見えするしでやる今日は本当にありがとうございました。
イエーイ。改善で、あ、大丈夫です。自撮りですんません。これ入ったらええやろ。もちろん寄ってくださいね、先生ね。はい、はい、はい、よかったね、よしこさん。はい、どうも。